1年目に種をまいて、2年目にある程度形にして、3年目に花を咲かせるみたいなことはよく言われるけど、現段階だと芽を摘んで畑を枯らして与える肥料を間違えてる感が否めないため、3年目に花が咲くとは思えない、って感じだよな。まあ責任は取るしかないと思いますよ。むしろ米騒動の件からすると肥料を与えてない。与える肥料間違ってるどころか塩まいてるよ。せめて、監督は指揮采配と責任だけで、指導などの実務はコーチや栄養士とかスタッフにやらせてほしいわ。本当その通り。仮に再開でも去年より見どころが多くなっているのならまだ許せるが、采配も振る舞いも結果も全て昨年を大きく下回る。3年契約の3年目は2年目までに結果をある程度残すことが大前提。だから2年連続再開の監督はほとんどが3年目を迎えられていない。雨天からって責任を和田さんに押し付けて、片岡ヘッド兼打撃コーチとかになったら最悪やろけどな。形にしなきゃいけない2年目に形どころか不毛の第一にしてるもんな。どの監督もまあ1年は見てもいいけど2年やってダメならそれはもうダメだよ。上がり目なんて何一つない。中日ドラゴンズとヤクルトスワローズが合流するしか手はない。ビッグモーター立浪。赤味噌さんが赤味噌デスソース化しとる。直接表現禁止縛り。事実陳列罪。立浪やめろの比喩表現として最上級のツイートだろこれ。立浪監督の解任会見はいつ？与田たちが作り上げた畑を荒らすだけ荒らしておって。来年は土作りから始めないと。草も生えんとはこのこと。米という肥料さえ与えられてないけど。今年の中でもトップクラスにキレッキレなツイートを見た。チームを焼き畑農業にしているとしか思えない立浪監督。もう赤味噌さんって球団関係者みたいなもんだし、これ台本映画書きたくない批判を代行させとるやろ。森重さんや与田さんが自分たちの時代の順位よりも次世代と考えて、必死に耕して芽が出てきたところで渡されたのに、掘り起こしてコンクリート敷こうとしてるのが立浪監督。